内統一見えてきたな。うん、国内統一などただの過程に過ぎない。我が真の野望は北斗神拳抹消。何？この国には救世主伝説がある。海を渡り北斗神拳を操る救世主が訪れると、あなたはもしやその伝説にすら挑もうというのか。そう、北斗神拳を操り海を渡りうる者、すなわちラオウ。待てかよ、まとまりつつある国はどうなる。破滅の道へと誘う気か。今日北斗竜拳とは神をも喰らう剣。俺はラオウを喰らい、この世を完全に沈黙させる。そして新世紀の創造主となる。悪こそこの世を制覇する。このまま海王が覇権を握ればこの国は地獄と化す。海王の独裁を許すな。立ち上がれ、武器を取れ。海王様の野心は明白。この方は地上で国を滅ぼそうとしている。だが海王の手で乱が収まりつつあるのも事実。王様、いや、もう何も申すまい。あの側近はこれからもあなたに従うのみ。私が束になろうと、これには勝てぬ。
この世から消えるがよい。俺には勝てぬ。申し上げます、玄徳高原のファルコなる者が敵に勝てぬ。玄徳高原とは天帝を守護する。俺には勝てぬ。天帝をも呼び寄せたが、海王、敵の増援になぜそこまで喜ぶ。天帝の血のみ。天帝を連れてこい、ファルコ。俺は天帝の血を狂おしいほど欲している。この狂気、このじゃねえ。これは海王の力の源か。貴様の命、一度預けおこう。天帝に伝えよ。北斗神拳は、俺が抹消する。そして俺と天帝のことが、新しき歴史を作るのだと。貴様はラオウに必ず倒される。天帝にはそう伝えおこう。なぜ天帝の力を欲す。氷雨、俺もこの国も血を流しすぎた。天帝の血はこの国と俺に新たなる生を与えてくれよ。俺の中の呪われし血はすでに流れ尽きようとしている。俺の体はついに生まれ変わる時を得るのだ。天帝の血によって。天帝、この剣がいずれその身を喰らおう。俺の血肉となり、そして創造主海王を作り出すのだ。